あっ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 お一。さあ、来ました、ドクター・ストーンね。前回の、これ、用が、大金星ですよ。手に入れたよ、メデューサー。 いやここで落としてくれるっていうのがもう <laughs>。いや、ついに大活躍。うんうん、よくやった、それで。<laughs> <いや> <laughs> うんまあ、こういうのはもう <laughs> どうでもいい。あ <laughs> 全然覚えてなくても OK だよ。<laughs> 結果オーライ。 ここあははこれ, <laughs> こ,れ <laughs> これでもうなんも怖くないじゃん。茨多分戦えないよね、さすがにこの人はね。よしよしよし。で、これはまたあれだよなぁ。まあ、詳しく見て、解析して、もうこっちのものにく駆がしてくれればね。 もうこの島で怖いのはあとはもうモズだけよ。もう霧雨はだってこいつがね、自分の手で葬っちゃったから。で、霧雨は多分、この後助けてくれると思うんだよね、旋空たちが。でモズは、前回の氷河が復活したにもかかわらず抑えきれてないからな。いや、モズめっちゃ強いね。 いや、獅子王つかさとかいたじゃん。あの男。いや、あいつを戦わせてみたいよね。モズ。ま、さすがにそれは今は無理だけど。いや、つかさとかもないや、いつかはあるのかなぁ。ねえ、ちょっとこれさここにいるのは、やっぱあん、いや、けどま、島はあれだもんね。 いや忘れないように描かれてるだけか。いやもう終わるぞ、ここの島の話もよいよ。いやそう。で、復活だよなあ。とはそうなってくると。あの二人の。あと、旋空があれだよね。戻ったあれ。どういうことなんだろうね。滅びのひらめきどういうこと滅びのひらめきって。 物騒に聞こえるけど。やってるやってる。いや、ひがだんだけ荒れるんだもんな。うん。いや、それ、早く早く。早く君は仲間のもとに行って、一人でいないで。うん。いや、だからそれできんのか、あなたに。<laughs> その使い方がわかりゃいいけど。 いやもう、死に主欲入ってますよ、めちゃくちゃ。<laughs> あ、えいやだってそれさ、最悪モズの本手をったらやばくないいやだからほら、使えないじゃん。なんか、起動ボタンとかなのか、非シリ的な感じなのか、 努力と天才なのかいやーやばいやばいえー、これどうするやっぱ赤化させんのかなモズってあっあっおっ氷えっ 落ちんのああ、しかも追ってくるけど。うん。水中線うわぉこわ水中線じゃん。あ、ああ、陸上がったわ。あ、なんか考えあってか。 わあ、<laughs> ちょっとムカつく。氷河、氷河の株が下がってほしくない。あ,あ、千ク？ここでうん。あ、え氷河のあれか。ああ。そういうことね。<laughs> え、それさえあればか。ああ。うーん、いやー <laughs> さ、この信頼関係みたいなのが生まれちゃってる。<laughs> 皮肉な。え、そんないるのえ、何個作る気うん。 ああ、そっかそっか。にゃりに合うものを。うん,んうん。へえ。あお、ミカセンクおお、久しぶりすぎる <laughs> へえなるほど。ああ触ったらね。まあ、自転車とかでも潤滑油ってかあれだよね。触ったら手黒くなるとかあるよね。あれと同じ原理だよな、これ多分。いやくれ556とかないからね。<laughs> あれえ <laughs> なんで映んないのおん。 あっ,あった、うん、あったあ届けるの氷河に。それでもう、ああ、いるじゃんおお聞けえ、嘘そんな、もらってはめるんじゃなくて。 あちゃんとしてるよ。サイズももう、潤滑油のおかげで。うわぁ、くる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 。これなら、これ見破ったらやばくないうん。<ー>いや、さすがに初見で対応できんだろう。ないけるああ、い、 消えたああ、じゃあ、これ、氷河が持つ倒したらマジでもう、この島もう問題なしじゃん。うん。いや、やはりこれ、削れるっていうか折れるんじゃないこのまま。 いや、このまま終わるかねああ。いや、こんな表情。え、フランスパンみたいになってる。ソーセージというか。<laughs> うん。はあ。特権。ああ、継承されるあれか。 知識とか知恵とか。可かわいい。愛 <laughs> かわいいね。うーん。ああ、旋空眼をね。<laughs> <laughs> チェックメイトだ。やったやったえ、けど、今回のタイトルちょっとやばくないね、で、気をつけて、気をつけて。あんた一人で行っちゃダメだって。いや、ほら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 やばいえ触っ 言ってなくてもいいんだ。あ、てか、よーくいや、だからやっぱ、イシリーダー。声で起動だわ。え茨の声だけかないそんなことない。霧様の使えるんだもんね。あの言葉がもうあれなんだね。わー。え、結局あれじゃん。 うん。うーわ。うーわ。恐ろしい、こいつ。うん。やばいえあ、そんなのえ、てか、つ、二 <laughs> ?2 キロ。 えー、えで食わせんのかなってか 15? え、どこまでいけんのだからやっぱあの大きさであれなんか、地球とかもいけちゃうのやばい。 いや、だから人間爆弾みたいな。爆弾じゃないけど。いや、大してないっす。ええー、これ、けどさ、止めらんなかったら近づけば近づく。いや、けど、もう2キロじゃいええー、やべえ。やばすぎる。さあ。 後半。いや、これ、三人平均なのいや、いや、そんな、ねそういうことよね。あ、あ、よし、とりあえず押さえて、こっからだよな。体の中なんじゃないえ 嘘あの三人でダメなのえぇ、ーはあ、ふざけんなよ。打てる手。打てる手って。うん,んクロムなんだ再現性 え何何があんのなんかひらめいてるっぽい。うん。あ話してんね。口が動いてる。でかくなり方ああ。 同じスピードで、こう、広がっていくんだとしてえ。えどういうこといやー、今なんか、ん何 <laughs> あ、体重え、体重ならどうよお、体重ならいけんじゃん。やっぱ体重すげえ <laughs>。あの三人以上に。 うわ、止めた。とりあえずね。いや、けどさ。え、だから絶対食わせたんだよ。え、割らないと出てこないよ。かっさばかないと。え、これ手に入れるためにもさ。どうしたらいいのこれ。 これで必死になって走ってたのか。やばいな、茨。あ来んのえー、えこれなんかあるか手段。クロムとセンク。ああ。うわあ、みんなせっかくあれなのに。 また戻ったのになんだなんだなんだ今のこれは何思考力でえ計算すればだってどうにかできるあれじゃないだろう 速さを。手に入れた情報。あーあああ、今の。えけど、ま、先駆がなんとか生き延びればあれか。どうするいやー、てかここもね、決着ついて。 うん、ええいやいやいや、それは。うん。浅い戦希望いや、あるんじゃない。いや、平和になったらね。 いや、これ、モズもやっぱ戦力になるな、これ。きっと、この後。終われば、無事。いやー。うわー、島。い茨のあれだよ、これ。完全勝利っぽくなるよね、このまんま。あー、スイカこれは誰だアーリス。 いや、けどなんか諦めてないよね、表情。え先空もけどあれじゃん。何あで止まるんだ。いや、すごいね、この距離をちゃんと把握してるところが。あー これで無事なのかセンク、どうやってかして、何か計算してたんだろうけど。こ、わぁ、こいつ。<laughs> けど、これさ、最終的、うん、問題なの。えセンクあそれであれか、復活させようって。ああ、中心地に向かえばってことか。なんかやってるよね、みんなほら。 いや、これ無事なんだろうな、きっと、千空は。じゃなきゃもうゲームオーバーだよね。え何あ、そうです。あーやったときのうん。いや、見ちゃったってけど、普通油断しないよね。 油断しないあれだよ。油断するよね、赤ちゃんなら。あ、これ知ってるのおん。いやけど無事だったじゃん。あこれであれか。なるほど。あ、それで、出てね。 うわー、はあっ <laughs> ああー壊して出すのね。 その手があったか。いや、まじ、人の使い方が鬼だわ。いや、やっぱ無事。うん。せんく、せんく えええ <laughs> 使ってんのどういうことおこの中にいるのかうんうん。うん ああ,あ,あ <laughs> マジかやばってか、千空やば無事だああ。ああ発動してないの発動してないのか。いや無事なんでやってか、あれで発動させようとしたんだすげえ なんかおびき出したんだ。おなんでなんで <laughs> ちょっとよくわからない <laughs>。俺が理解できてないだけなのなんかやってたじゃん。それを教えて、計算したら、避けれるわけはないよな。 えそのなんか石化を溶けるあの薬かなんかを、よ、まあ、液体をあえて塗ってたとかそれか一回なって、えどうすりゃいいのなんかタイマー式で壊れるみたいな。<laughs> あと何があんの あれを使うとしたら。いや、でもそれしかないよね。計算して、えー、ええいや、けど無事だったし、いや、これで、いや、先空いけんのまあ、けど、イバラを直接戦うのはね、いや、そんな得意じゃないだろうし。しかももう、あれの使い方を先区が把握してれば、ま、イバから、 逆に離れないようにすればあれなのかなあんま距離取りすぎてねいや、使われても困るから、戦いようあるのかで、来週のまた予告のタイトルがね、ラストマンスタンディングだから、まあ、最後に立ってる奴が勝利ってことでね、まあ、多分、先空が、あの、茨を石化させちゃうんだと思うんだよね。 いよいよ戦いも大詰めだし、来週、うどうしてこの先空が生き残ったのかっていう、そこの回答ね、それを早く見たいね。<laughs> はい、というわけで、今回のエピソードに対する皆さんの感想だったり、僕の役者に対するコメントをお待ちしております。また動画の高評価、チャンネル登録、まだなったらね、ぜひチャンネル登録していただいて、引き続き楽しんでみてください。バししバイバイ